じゃあこの曲を耳コピするしたいなと思った時に、どういう風にするかというと、ステップ一つ目、まずベースを取る。ベースがどこで売ってるのかっていうのを、聞きます。これだとだからですね。これでコードのアルファベットが何なのか分かると。これはだからなんとなく予想できるのはファー、 F の何か、 D の何か、 A の何か、 B フラットの何かですね。コードに当たりをつけて次に行きましょう。